やっていきましょうか。クオリカラスチュー星のカード64ということでね、4の1早速もうノンストップでやっていきましょう。もうステージ4にも来たんですけどね、相変わらずプレイのレベルが全然上手くならないよーと思うじゃん。うん、早速だけどゴロゴロゴロってこいつしかもねあれなんですよね、ずっしんずっしん。こいつ落ちるんじゃなかったっけ、落ちないのか。よし、てて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 、ぴょん。ちょっとでっくなっちゃった。あーブルーホースでございます、こんにちは、よろしくお願いします。すえ、あーこれ、あ石なのに食らっちまうのか。うーわやぶれ、ドゥン。でこれをポイントしといて落とし穴ぴょん。てて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 て、意味ないよね。うん、相変わらずのね、あのなんかちょっと無駄に妙に高いテンションで進んでまいずしん。あれこれは破壊できない。まあいいや。で、4の1は何だったっけ。これから終わっちゃう。おお、ジャンプ力半端ない。これからなんか星が終わっちゃうよスターとか、なんかそんなノリだった気がするんですよね。ちょっとということで、まあ、サクサク。おう、わがいい。で、なんかここのどっかに確か、あったこれ、よしよしよし。なんかね、覚えてるステージとそうじゃないステージっていうのがなんかね、もう混在して雨上がってますね。ということで、ハンマーちゃんがポーンと落ちてきたんだけど、まあそこは導入どうでもよ。あ、いちごがなんか逆さまに入ってたら降りると、あったで、このまま登っていきましょう。ちょちょちょ、プテラノドンもいるしな。なんか、だからこれからスターっていうのはあれだろうな。あ、いてだから、何こう、ほら。6400万年前にさ、もうすごい落ち方、まあ、6400万年前にさ、地球が滅んだわけじゃないですか。まあ、いろいろとね、隕石が落ちてきたとか、ね、火山の噴火が立て続いたとかで、こうやってなんかいろいろと理由考えられて、多分それをなんか表現して、恐竜っぽいなんかこのなんか、プテラノドンみたいなやつが出てきたとか、そんな感じなんだろうね。うん。なんかちょっとブラブラ言ってる。危ない。これ上登ってて特に何もないですね。そうね、だから原始人みたいななんか、はじめ人間ギャートルみたいなのをペンポンペンポン飛ばしてるやつもいるわけですからね。チュイッと。あ、いて、こっちは、ラクラウンかよ。どこで落ちていくと、あ、落ちていくわけだからね。で、よいしょ。ぴょん。ぴょん。いけない？チャーズラクタタタタザン、あー。あー。プッテッテテ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 テ。これは来てやー。でね、聞いてね、みんな聞いて、ついにね、パソコン新しくなったんですよ。パソコン新しくなったからね、すんげえ静か。前までちょっとね、もうほんとモーター音がブーブーブー、ファンがさ、シューンとか言ってずっとクソ臭かったわけだ。早いな、ね。そう。見なかったっけ？何？近い。木だけは犠牲になってしまった。そう。でね、まぁいろいろと、ちょっとね、まぁ、あ、なんだろう。あれを、あちゃ。よし。そう。いろいろ、ちょっと新しいパソコンになったので、こう、いつも録画に使ってる OBS のソフトを、もう改めて、こう、新しいパソコンに、こう、ちょっと。そう。入れ直したっていうこともあってね、いろいろとちょっと設定等がね、やり直し、ボンビーっていうことになったんで、まあね、ちょっと、危ねえ。あ、危ねえ。なんでちょっと待って、うちがかかった。それ、あれ、死んだことによってさ、クリスタル拾ってないことになるとか、そういうオチにならないよね。大丈夫だよ。よいしょ、ほい。思った以上にぴょん。ドン！なんかついたらなんかダメージ与えられるとか、こういう落ちなかったっけ。トト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 しまった、もうすでにゲームオーバーになりそうになってる。ピョーンピョーン、くそ、新しいパソコンにして一発目の収録なのにちょっと幸先が恐ろしく悪い。これ別にさ、こんななんかピューってなる、こうやって普通にやればいいよ。行き過ぎる。そう、なんかこういうね、行き過ぎるんですよね。映るんです。すオッケー、よし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 
はい、ミノムッチミノムッチちょっと、よし、これで3つ3つなんで上がってくんの。さすがプテラノドン、お空を飛ぶのがお上手でございますね。上手でございますね。よし、これでクリア。ちょ、あ、ひたすら走り駆け抜ける。いくぜ、いったーじゃんじゃんてんちゃうわ。僕、かっこいいな、こんなだったっけ。そう、だから、前のパソコンの時はさ、ほら、前、話もされてるかもしれないけどさ、音楽が、じゃね、イヤホンとなんか、出してても、全然こう、言うことを聞いてくれないとか、音楽が流れなかったっていう問題があるからさ、何が流れてるかって全然聞こえなかったわけなんですよね。だから今すごい聞こえてきて気持ち、よし。よしよし。最速、いやー、最速よくない。まあ。だ本当にね、この4の位置まで来てね、カードが全く取れてない現象というね、もう最悪な、最悪なあれなんでね。こっちの方に落ちてったら、ああ、ちょ、危ない、見逃しませんよ。見逃しませんよ。落ちるあ、ちょ、上、強制トロッコ、しかも頭から突っ込んだし。鉄に頭から突っ込んだら多分いくら、ね、頑丈なカービィだったとしても頭がポッコンポッコンになるドンドン。そう、このステージ、このステージ絶対あれが必要なんですよ。あれが必要なんですよ。あれだぜ、みんな。あれ分かってるからあれだよ。うん、で、実際に飛ばなくてよかった。めっちゃ見ないな、これ上でも。あー、よくないねー、よくないねー。これどっかでお亡くなりになれます。チャッチャラッチャラッチャチャッチャッチャッ。え、ならない。あれ、これ待って、ちょっと待って、全自動なんだけど。全自動ストラック。あ、違う。あのね、死にたいんだよ。なんか死にたいって言い方をしたら、ちょっとなんかよろしくないけど。でもね、死にたいんです。出直しまーす。あ、でも、おすごい。あ、これあれなんだっけ。一発でクリアしなくても、普通にあれなんだね。取れるんだね。たことになってくるんだね。お、優しいね、カービィって。体力は1個減った状態になっちゃってるけど。まあ、そのくらいはそりゃそうだよね、っていう話で。そうか、上に行かなきゃいけないんだな。なるほどな。OKOKOK。こういうのね、なんかね、こう、スッキリとさ、スマートにさ、いや、こっち行くんすよとか、全部まるで把握をしてるかのことにさ、なんか記憶に頼ってちゃんとクリアできるやつとかあるから、すげえ書くんだけどさ、もう、おっさんの頃に、じゃあ、おっさんでもダメだ。おっさんじゃない頃にやってたやつだからさ。いいか、命を削ってでもクリスタルは逃すんじゃないよ。なんか あいつがいいんですよ、どうだとか。こっからは全自動だからね、もう何にも飛ばなくて、もう勝手にバン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 潰しててくれるからさ、楽だよね。あ、でも今回のそのカーブの何魅力っていうのがさ、いつも敵になってるさ、ワドルフとかさ、それからレベルが良いとかっていうのが味方になってて、ステージによって協力をできるっていうのがすごいですね。まあ、最初こそ戦うけどさ、まあ、その最初だけじゃん。キューってこっち行くと何もない。じゃあ戻るじゃねえ、進む。で、欲しいアイテムがあるんですけど、なんかどっか手に入らないかな。キューいらないキュー、こいつ潰されたら多分一発アウト、雨あられない。上に逃げようと思ったけど無理でしたね。ほいほよん、はい、でこいつにね、しかもね、一発で食らわされたらね、ほんと終わりだからさ、破滅なんだよな、破滅へのロンドなんだよな。破滅へのロンドあれだよな、2回チャンスがあるけどな。え、2回って1回チャンスあるけどな。ひょい、え、危ない、これこいつ死にやがる。お肉ひょい、はい、今です。ふけい、よし、落ちてきて。結構、録音のゲームってさ、そのバンジョとカズイの大冒険とかもそうだしさ、この星のカービィとかも、ライズ！あ、フラウンドけなんだ。挟まれて死ぬかと思った。死ななかった。なんか、ギュッとステージ俺挟まれて死んだよね。あれ、ドロビカスターだったかな。なんか、なんかそのあたりで、くたばった気がするんだけど、そう、くたばって指名ってなった気がするんだけど、お水チャプ合わせてチャプなんかエロいのが見よう。喉チンコがいっぱい上から降ってくる。喉チンコチンコのよ、えチンコ、よいしょ、ぴょん、よいしょ、よいしょ。あ、なんか気づいたらライフが3つになっている。で、そろそろ欲しいアイテムが手に入らないかなと思うんですけど、違うんだよな。 お,
おめえ、あれお前だったっけ。いや違う気がするな。え、ちょっと、あれ嘘やん。やばいやばいやばい、死んじゃえねえになる。消えちゃえ。危ない。よいしょ。ちょちょちょ、違うね、お前じゃないかな。怖い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 。あー、カーディが眠そう。で、あったケーキ。あ、アイスもある。クリオネクリオネクリクリ。あー、おめえは吸い込めねえのか。でも本体の方は吸い込みたいのね。本体の方は吸い込めるのに。じゃあ何やがに。あ、さすがは、さすがは授業の授業の5秒の5秒の5秒の吸い込みだ。吸えねえし。こうの吸い切れ。あれ手に入らないのか。じゃあこれ破壊するのに、このステージじゃ手に入らないだす。まさかのそうだす。嘘やん。じゃあこれちょっと別のステージでアイテムを手に入れて戻って、ひたすら倒す。なんかあの大乱闘スマッシュブラザーズにあのなんか30体まとめて、あー、いつの間にか死にかけてる。死ぬ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 。あれ、こんな中ボスっていうか、なんか小ボスって言ったらいいの、なんかよくわかんない、かつまり、あた、あ、集まりっていっぱいいたーの。オッケー、痛い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 多分オダブス。オダブスって言い方っても今時の若い子とかしないんだろうな。なんか30代なのにさ、もうなんか若者じゃないっていう立ち位置が結構辛かったりするんだけど、まあでも仕方ない、それがもう世の定めっていうかさ。うちのファンもさ、もう50いくつかとかかな、もう私は若くないよとかって言ってたけどさ、でも今のさ57とかって言ってもさ、仮に90で天井を全うするとしてもさ、まだ30年以上あるわけじゃん。今日はこのくらいで勘弁しといてやろう。ちょっとマジで手に入れたいアイテムがない。このステージってなかったっけ。このステージは確か、あえてのこれと、ぴょん。なんであなたマリオってホップステップジャンプ飛ぶ、人気飛ぶな、ホップステップ人気飛ぶな。ジュ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 ジダメ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 、まだあの私の音もしなさい。一つ目ー、登る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 。あれ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 、よいしょ。待て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 、こいつ何だったっけ。パーティー金棒だっけ、よく分かってないんだけど。よし、ひたすら行きまーす。で、まだ続きあるね。よし、あいた、うわ、あれあれあれ、下から取ってんの。ピーピーピー、あれが結構難点やね。この状態でピョンと飛べないんだよな。だ段差がすげえ弱いっていうか、おめえ運がいいやつだな。爆弾ステージしないかな。痛い、背中がガラッとった。よいしょ、おめえなかなかやるな。ジャンプの加減がうめえじゃないですかね。あ、うめえうめえ、こいつうめえぞ、おにぎりうめえぞ、おいしいんだな。よいしょ、あぶねえな。よし、ふい。いたー、正面衝突。よし。美味しいのが食べたい。美味しいのが食べたい。美味しい。よし。はい。もう来るな。よし。キー。まだ。アイスでもお肉でもおにぎりでもいいから食べたいんだな。いや、セットハート。シルクハットってむずくない？無理だろ。
やり直し。アートはやっぱりあのね、シビアに考えていかないといけないですね。こうやったらいいかな。で、なんでやねん、おかしいべ。はい、ねえ、あの初見さんいらっしゃい。お前ボロボスって貴様何をやっているんだと思われるかもしれないですけどね、大事な作業なんですよこれ。こうだっけな。で、そう、こういうことなんです。一度作ってしまえば問題ない。スープハースはこうやって使うものなんです。で、持ち運び可能なブロックだったらね、ありがとう。やばい、もう死ぬんです、死んじゃうんです。よし、いい、打てると思うか、落ちていく。怖い、ぶつかったかと思った、終わったと思ったけど、なんとか生きてる、なんとか生きてる。この意識で、欲しいのが全然来ないんだよな。マラカスでもなければ、あの炎でもないんですよ。おめえじゃねえんだよな。武器獅子みたいな格好しやがって、危ねえ、落ちる。お肉、ジャストミー、超動肉。オッケー。で、黙ってケーキ、すげえな。おにぎりにアイスにケーキに、お肉って、もう胃の中がもうとんでもないことない。でもバランスはちょっといい、脂質もちゃんとあるし。で、あっ、わおもう一個どこだ。よいしょ。あっ、これ登れないのか、下からこつけないのか、残念でした。ほい、K-I-R-B-U-Y-K-E-R-E S か、ウィー、あれ、え、これあれ、本当に3つ目がない。あれ、3つ目どこだ。まあ、これとこれ、まあどうせやり直さなきゃいけないので、はい、あ、これか、これちょっと怖いから、よし、とりあえず駆け抜ける。ここはただ駆け抜けるだけのステージです。いやー、来たねー、ハチが熱い、痛い、初のカードゲットした。あれをね、全部コンプリー、危ないよー、注意や注意。あれを全部コンプリートすると、なんかこう、なんか敵とかそういうのがいろいろ見れたりするんですよ。はいはいはい、いろいろ、もう一体いるはず。いたい、壊しやがったね、バカ。あの、ヒロトにファイヤーバードがよくやってくれたら。よし、てめえだ、やろ、こう、あー、ぶやぶやぶや、これが結構かっこいいんだよね。逆行っちゃった。ただね、この切れるタイミングがいつなのかわからないっていうのがちょっとね、結構使い勝手としては微妙かもしれない。カポーン、来た、ペンギンに対して、ペンギンにとって最も鬼畜な場所、そして体力はなぜか共通。あれ、ここじゃないの。ピョンピョン、ヘイヘイヘイ、あ、ない、ハンマーで潰しのラジノヘイ。これさ、よく考えたらさ、何回かはさ、デレデの部下混じってんじゃねって思うけど、どうなんだこれ。よし、そう、あれ壊せない。よし、いいね、チュキン。これで一つ目かな。うっちー、お尻
お尻萌えのお尻バージョンで。ほい。とわあ。よし、じゃあぶん投げてもらいましょう。サンダーバージョンとっちゃん。さあどうなる？これどこから迫ってこない？あ、ちょっと待って。あ、違う。お前も欲しいんだけど、まあいいや。オッケー。これ。結構いいじゃん。ワイプ赤いのだよ。ダースビーダーだよ。危ないよ。あ、危なっかしいプレイが多すぎる。なんでそっちにスライドした？逆でしょ。ぴょん。このズゴンって音めっちゃかっこよくない？この持ち方あんまりかっこよくないけど、ズゴン。あ、ちょっと待って、持たない持たない。ういー、ういー、ズゴン。オッケー、いいね。あ、だからなんで上に持つの勝手に。よし、あ、ちょっと待って、 B 押してないよ。あれ、ちょっと待って、だから、あ、ちょっとスイッチがバグってるかもしれない。スイッチがバグってるか、スイッチのコントローラーがバグってるかもしれない。パソコンを出したばっかりなのに、なんかバグってるかもしれない。ということで、逃げろー、ズボン。いいねー。はい、よいしょっと。あら、よっとマリオット答えを使っていた。1対1。なぜ怖い、どっちペイピョン。ノンタッチ。ちょ、非常にまずい。どうするよ、ここまで。それは俺が言われる側なんですけど。あれ、まだ1個しかないぞ。これはなんだ。炎が1個なのは確実なんだけど、わかんないですね。ちょっと宿題が3つもできてしまいましたね。はい、もしかしてだけど、ダブルファイヤーか。ちょ、炎の電気とか、この電気って何だったっけ。よいしょ。ね、違ったら恥ずかしいんだけど、茶色、この色だったら火山っぽいけど違うのかな。まあいいや、うん、さあ何が出来上がる。よしよし、怖いから、とりあえず先にこっちに戻る。なんだ、焦げただけ。これあれじゃん、プラスチックのあれじゃん。ほい、これやばいんだよね。迫りくるインディジョーン。トトロットトロット、バース的に言い渡る。あ、ちょっと何か一度ことある。なんでおめえそんな余裕なんだろうか。今気づいた、あいつお目でうるうるだった。なんだこれ、あ、花火、もしかして花火か、あれ破壊するんだっけ。そんな気もしてきた。余裕じゃねえな。
器用なお着地の仕方、くさーよし、じゃあ宿題はそれぞれ残っているんですが、はい、まあここまでねサクッと取れたので一気にやってしまいましょう。ボスクリアして次のステージを開けておこう。雑魚的結果、なめくじ野郎。いいね。このステージがね、残念ながら危ないんだよ。わお、わお、わお、わお。そうはさせないんですよ、と。いや、防御力が強いな。うわ、自分の優しさ、全力でかい。あと3発当てない。防御力が意外と高いんですね、あんた。はい、そっち側、そっち側ウニョン。そっち側ウニョンって何語だ。よし、さあ、来い。さあ、プラス1のアウトボード。さあ、来い、さあ、来い。神経が繋がっているんだよ、これとダメージを食らうってことは。どんだけ体長いの。来た、こっちに迫ってくる。 LDR だ、やばい。ガッツリ起きてるけど、あれあれあれ、ここまで来ると思ってなかったから、ちょっとコントローラーから手離してコーヒー飲もうとしたら、ね、いいね、いいね、いいね。やばい、スタイリッシュ、スタイリッシュ。さあ、おげ、おげ、こいつの名前なんだったっけな。なめくじか。あれ、いや、食らわねえのか。スタイリッシュロード。さあ、おげ、おげ、あれ、こいつなんか吐き出すんじゃなかったっけ。こっちから、あー違う、あ、顔に当てなきゃいけないの、めんどくせ。マイナス1のアルフォート来た。さあ、スタイリッシュオートしないんだい。さあ、おいおいで貴様の貴様じゃない、何かにやられた。しかも、俺吐き出せねえのかよ。オッケー、溶けてなくなる。雨やられて、クラッカー、火山噴火してギリギリのところ脱出するんじゃなかったっけ。分かんなかった、分かんなかった、分かんないけど、まあ、テレスクリア、いや、こうやって行け。よかったね、あの吸い込まれ、あの口でピッと止まって。じゃあ無事ね、レベル4をクリアすることができましたので、ちょっとね、あと次回パートの冒頭でまた回収のシーンだけを見せしようかなとは思うんですけれども、ブルブルスターレベル5ね、やっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、次回パートもお楽しみください。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ、バイバイ。